米なしクラブで行きましょうと声出し、翌日以降監督の方針を揶揄する声出しが禁止に。また8月16日に行われた巨人戦の試合前の円陣で、この日一軍に昇格した石垣雅海が、今日食堂に入った時米なかったので、今日は米米クラブではなく米なしクラブで行きましょうと冗談交じりで声出しをしたところ、立浪監督の逆鱗に触れて、監督の方針を揶揄するような円陣での言動は一切禁止になったという。米騒動はまるで冗談のような話だが、それを裏付けるような証言が続々と出ており、ベンチ裏でも立浪監督への不満が出ていることは間違いない。さらに前述した晒し投げといえる近藤の続投や白米の撤去を見ても、立浪監督に対して意見を述べることができる首脳陣がいないことを物語っていると言えるだろう。マジで戦時中みたいで草。恐怖政治敷くのに選手に舐められまくりで草、裸の王様すぎるんよ。石垣来年はどこの球団におるんやろ。現代の話とは思えなくて草生える。やっぱあれ怒られたんか W。 これで結果出してればまだいいのにね。さすがにこれは嘘だよな。勝って米食いましょうよ。欲しがりません。勝つまでは名を勝っても解禁されない。泣いてはいけない。泣くのは今の監督を嫌がっているからだ。笑ってはいけない。笑うのは昔の監督を懐かしんでいるからだ。また中日が面白いことしてる。今年の現役ドラフトは豪華になりそうやな。立浪って采配がどうだとか以前に、普通に人として器が小さいよな。試合中やぞ、面白いことするのやめろ。立浪が面白いことをする。立浪が面白いことをする。立浪が面白いことをする。ご視聴ありがとうございました。